音楽の稽古は、オランダ黄金時代の画家ヨハネス・フェールメールが1662年から1665年頃に描いた絵画。キャンバスに、油彩で描かれた作品で、イギリス王室の美術品コレクションである、ロイヤルコレクションが所有し、ロンドンのセント・ジェームズ宮殿に所蔵されている。音楽の稽古は、もともと、 フェルメール最大のパトロンだったピーテル・クラース・ゾーン・ファン・ライフェンが所有していた絵画コレクションの一つで、ファン・ライフェンの死後に、女性、ヤコブ・ディシウスが受け継いだ作品である。ディシウスは1695年に死去し、1696年に開催された遺品売却のオークションで、コレクションが売却された。さらに、ベネツヤの画家ジョバンニ・アントニオ・ペレグリーニが1718年に、 購入し、その後、ジョセフ・スミスが購入した。音楽の稽古は、イギリスをジョージ3世の知性化にロイヤルコレクションに加えられたが、ジョージ3世はこの音楽の稽古に興味がなく、購入するつもりもなかったと言われている。しかしながら、ジョセフ・スミスが、ジョージ3世が欲しがっていた書物と共にこの作品を売りに出したために、ジョージ3世は、 音楽の傾向も購入することを余儀なくされた。ただし、この時には作品に記された署名の読み誤りから同時代のオランダ人画家フランスファンイーリスの作品として購入されている。その後、1866年になって、フランス人美術史家テオフィルトレビュルガーがフェルメールの新作だと同定した。ありがとうございます。